日本演员松岛菜菜子、吉田刚太郎以及搞笑艺人粗品齐齐出席代言活动，三人早前携手拍摄新广告，刚好吉田的女儿在拍摄广告前一天出生，所以开工当天吉田也有收到两位拍档的贺礼。その撮影の日にですね、あの松島さんと粗品さんからあのお祝いをいただきまして、あの一番最初にいただいたお祝いでした。それが、あ、そうかそうか、はい、とても光栄です。もう本当こちらこそ本当に光栄でありがたくて、ね、で松島さんからも粗品さんがあの直筆のねおめでとうございましたっていうメッセージいただいて、もうこれはもう家宝にしようと思いまして、今もあの飾ってありますあの床の間に、はい。为了配合广告内容。活动上大家都各自分享了自己觉得完美的情况，而松岛菜菜子的答案也离不开工作。寝ている間にセリフを覚えられたらパーフェクトだ。やっぱり忙しい、まあ、日々こういろんなことがありながら、やっぱりこうセリフを覚える時間も捻出しなければいけないわけで、やっぱりこう一回入る、私一回入るとかちょっと集中しだすとやっぱり3時間ぐらいは。あの集中するんですね。で気がつけばあのまあそうですね12時とか2時1時2時になってしまって、寝る時間が少なくなるっていうことがあるので、次の日のことを考えると早く寝たいんですけども、セリフをこうなるべく覚えようと思うと、まあね、睡眠時間も削られてしまうし。其实松岛菜菜子会希望可以睡觉也背熟台词，全是因为他出道时的阴影。若い頃はもう本当にもっと今のようなスケジュールじゃなくて、もっと厳しいスケジュールの時があったので、もう本当に次の日のセリフを前の日に一生懸命慌てて覚えるってことがもうしょっちゅう、そのぐらい追いつけない時があって、もう本当に新人の時ですけども、その時にやっぱりこう寝ながらベッドで寝ながらこういつの間にか寝てしまって、朝起きてえって思って、私覚えてから寝たんだよなわえこれ頭に入ってるはずだよねって思ってみると、入ってないって思って、もう本当に怖いんですよ。なんかそういう日々をこうちょっとトラウマのように忘れられない日々があって、なんかその時からなんかやっぱり寝てる時間にセリフがなんかちょっとこう耳になんかつけておいて、流しておいたら朝起きたら覚えられてるみたいな機能が、なんかいつか進化しないかな脳みそはって思いながら。